ったら炎上するかもしれないけど、結婚ってね、しないやと思わない？男女問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは、生涯を共にするパートナーとは何ぞやを学ぶ件についてお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、このチャンネルなんですけど、はい、なんとついにチャンネル登録者が1万人を超えました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。チャンネル面白いと思ったら、はい、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はゲストの方も来ていただいてます、はい、今日のゲスト、くみちゃんとゆかちゃんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけれども、はい、まあ、最高のパートナーについてということなんですけれども、はい、まあ、これは数々の相談を受けてきたセミコ先生ですので、はい、まあ、ズバリこれだって思うことが何かあるっていうことですかね。結婚しますよね、はい、まあ、結婚式挙げる人も多いんですけど、はい、ウェディングドレス着て、はい、もう人生の絶好調と思うよね。でもそこからはもう下がるしかありません。なんか結婚とかね、生涯共にするって言ったらね、姿形変えてくるのよね。あ、なんか絆を深めていくっていうのかな、二、はい、人の歴史っていうの、はい、歴史をだから積み重ねてこうね、あの歩んでいくっていうイメージがあるんですけれど、はい、この人と一緒になってよかったなって思う。クミちゃん、なんかある？クミちゃんのね、旦那さんすごいよね。そうですね、超有名大学の教授やからね、本当ノーベル賞、私もあのついていくわ。ノーベル賞の賞式には。すごい、はい、あの、まあ、私の場合は、はい、あの得意分野が2人ですごくこう綺麗に分かれているんですよ。彼は理系なんですけれども、私は理系で、だからその2人でそのみんな思う関係になれてるのが、その得意分野が違うので、う、彼が喜んでできることは私が苦手だからやってほしいし、彼が苦手なことは私が割と得意だから、じゃあ私がやるよって気持ちよくやれるので、なんかこう二人三脚でこう一緒にやれてる時に、あ、私はちょっといいパートナー。あ、いいよね。なんか相手ばっかりがほらできて、自分が何もできないのも、はい、ちょっと劣等感を持つもんね。確かに。あの、ゆかちゃんは何かありましたか、その、なんですかね、結婚したらもう生活になるじゃないですか。そう、実生活やね。気を使わないとか、そういうのは大事かなって。そう、これ言ったら炎上するかもしれないけど、結婚ってね、なんか男次第やと思わない？私、男の人次第でね、変わってくると思う。で、男の人がね、器広かったら結構うまくいくと思う。確かに。だってほら、黒姫ちゃんとこのお父さん、器めちゃめちゃ、こんな器や。そうですね、もう。いや、すごいよ、いつ聞いても。だから娘から見て、お父さんって、この夫婦って、お父さんお母さん見て、いい夫婦だなと思うやろ。そうですね。育児とか家事に協力的であるっていうのは、すごく大事なんやろうなっていう。まあ、結構私のお父さんは、もちろんその家事も手伝うとか、家中の掃除とかもするし、まあ、やっぱりお母さんがその仕事ってなった時に、昔、なんかその私とか弟が学校休みの時とかやったら、ご飯作ってくれたりとか、結構そういう協力的であるっていうのは、やっぱりこう奥さんからしても嬉しいんやろうなっていう。それは嬉しいと思うわ。だからね、私のね、お弟子の探偵社の女社長さんで、あの30代後半の子なんだけどね、なんかこう旦那さん結構手伝うのね、家のこともそうだし、料理もするし、ほんでいつもそれを友達に話したら、すごくいい旦那さんやん、できてるとか言って褒められるんやけど、なんで男の人褒められて女の人褒められへんのかなって。でもみんなでやって当たり前やのにっていう感覚じゃなくて、イクメンとかね、あんな言葉なんかいらんのちゃうかいうようなとこだったの。だから私もあの前言ったかもしれませんけど、今年に入って、家族3人なのね、別居婚してて、向かいに旦那が住んでるんだけど、旦那1人分のご飯は作りませんって宣言したの。いや、考えてみたら、なんか娘食べない、はいはい、で私も食べない、夜食べない時結構多いからね、このあのダイエット中なんで食べたいものが違うじゃない、はい、だけどなんか旦那一人分でわざわざ作りたいのこたつの嫌だったの、はい、でも久美ちゃんは、まあ、自分も食べるから作ってるでしょ。そうです、2人分の時は作りますね。1人分の時どうしてる？そう、自分、そう自分一人の時はパッとサラダとかね、簡単になんかチーズ食べたりとかするよね。
で一人分作るのって、はい、でもこれね子供のためにいただきたい。旦那さんになるとちょっといくら大きなってても子供の娘のためとかでできんねんけど、もっとこうやったらもうお正でも行ってきてみたいな。あ、してる。やっぱり時はもうどっか食べに行ってきてって言って、いい夫婦やで。そうですね、いい。私なんか使命感があって逆にそういう縛りでなんか作ってあげないといけないって思うし、男の人ってなんかね哀れなの、どっか大したもん作られへんや、はい、そんな見えたらちょっとかわいそうやなと思って作らへん宣言しても半分は作ってる。優しい、でもかわいそうやなって思って作ったりするんだけど、食べ物って大事よね、そういう作る、ね、ね、その黒姫ちゃんのお父さんみたいに普通にさっと手伝うのいいよね。そうですね。でなんかね、あの月の小遣いも余ったらお母さんに返してる。それすごい。余ったからすごくない？すごい。普通はもう少しでも貯めとこう思って、外食は俺出せへんでとか言いながら貯めてるんだけど返してるの。お母さんわざわざ返さなくていいよって言っても、いやでも余ったからとか。真面目に。だから娘から見ていいお父さんやなと思うのね。いい夫婦やなと思うのね。これやっぱりね、あの夫婦とか生涯共にするのに私すごい大事だなと思うこのいくつかあるんですけど、まず一番大事なのは黒姫ちゃんやったお父さんが、例えばよ、まあ、自分のことを何かあった時にもうなんか命がけで守ってくれるっていう、なんかあの暗黙の了解じゃないけど、なんか絶対お父さんって見捨てたりしないと思わない？黒姫ちゃんが崖でうわーってこうなってた時に入ってみる、うわ危なそう思って帰ったりしないと思う。そこ別に約束したわけじゃないじゃない、お父さんと私が崖に落ちて川で溺れてたら助けてねとお父さんと約束してたわけじゃないと思うんだけど、揺るぎない自信ない、確かに絶対助けるよっていうね、そういうのが赤の一番身近な赤の他人の、パートナーに感じ取れるかどうか、あ、信頼があるかどうかっていうところですよね。そうそうそう、あのゆかさんもから娘さんいらっしゃって、はい、娘さんが川で溺れたら絶対助けるよ、絶対いいと思う。もうそんな迷いないもんよね、はい、でもあの元の旦那やったら行かない。向こうも感じ取ってたと思うよ。あのゆかは来てくれへんなって、うん、そうでしょうね。俺は流されたままやとか暗黙の了解じゃないけど、なんかこう揺るぎない自信がベースにある。久美ちゃんどう、旦那様、あ、でも私がなんか悩んでる時とかもやってる時は大丈夫、俺が守るからっていうのを必ず言ってくれる。あの、そうなって思うけど、でもやっぱり言ってもらうと嬉しいし、何回も言ってくれると、もしかしたら本当かもなってちょっと。それ言葉で伝えるってすごい大事なの、ね、今の主人はあんまり性格合わないんだけど、はい、歴史があるから、はい、その揺るぎない自信はある、はい、もう絶対助けてくれると、はい、ここが夫婦がつながっていける理由じゃないかなと思うのね、はい、でいつも常にね、あの、まあ、最高の夫婦っていう形で、私久美ちゃん見てて思うんだけど、はい、旦那さんがめっちゃ賢くてノーベル賞取ってくださいと私はお願いしてるぐらい賢い旦那さんで、まあ、大学のね教授さんなんですけれど、なんかこうやっぱりね、久美ちゃんが可愛い、なんか尊敬してる旦那さんを、なんていうのかな、ゆかさんの場合の元ご主人さんのお話は聞いたことあるからね、はい、何度もね、はい、ちょっとなんか尊敬っていうのなかったよね、途中でも。そうですね。ね、で、まあ、尊敬を通り越して、私もそう言うんだけど、舐めてくるってあるの、女の人がだんだん男の人のこと。あ、はい、でも舐めてるって本人には言わないんだよ、はい、言わないけど、もう毛穴からにじみ出て出てるの。出てたんでしょ。出るよね、なんか目線とか、はい、なんか嫌いになった時に、これ男の人気をつけてほしいのはね、女の人が嫌いになった時にテレビこう見てるとするやん、リビングでもこうやって見てて、はい、笑ってる時に奥さんが後ろで洗い物してます、はい、その時に一瞬奥さんの顔見てほしいの、一瞬でよ、どんな目で自分を見てるか。めっちゃ怖いですよ、わかる。もう嫌いやなと思ったら多分茶を洗いながらこうやって目がねこうちょっと座ってる感じする。そうそうそう、それでなかったら普通にこうやってこう笑ってるけど、嫌いな場合はやっぱ目線もね変わるの、だからその一瞬の目線を見逃しちゃダメですよ。自分があの愛されてない、嫌われてるかどうかっていうのを多分あの怖い目で見てる時もありましたね。あったでしょ。あったと思う。だからここは大事ですよね。女の人はその、まあ、久美ちゃんみたいに逆に言えば男の人が大事ってそこなのよ。甘えれる男の人やから甘えてるの。
そう、器の広いお父さんやから、逆にお母さんが主導権でいいよ、お金あの小遣い返さなくていいからって言える立場にしてくれてるの、お父さん。男性しないかなってちょっと思ったりするから、だって女の人ってもう正直単純やから、だからずっと俺がいて守ってあげるからって、うんうん、ありがとう言いながらでも嬉しいよね。それをずっと言って守ってくれそうだから、揺るぎない自信で。でね、皆さんこの大事なあの夫婦の中のことなんですけれど、まあ、男性は孤独な生き物で、逆にその頼ってほしいわけね。だから一緒になるバランスって、パワーバランスいるよね。女の人の方がやっぱり出来が良すぎたり強すぎたら絶対うまくいかない。だからやっぱり自分よりもね、上じゃないと、いろんな面で、はい、うん、舐めてしまうのよ。あの金銭的なこともそうだし、稼ぐもそうやし、人格とか、はい、いろんなこう品格も含めてね。で、女の人もやっぱ基本は絶対ね、私みたいな強そうに見える女でもそうやけど、基本はね、少し甘えたいなと思う時もあるの。だけど甘えれない相手やったら甘えれない。確かに、そう、頼りないってなったら、ね、男性も甘えられて伸びるから、ここなのね。で、賢い、本当にこう女の人は甘えられへん人でも一生懸命甘える、まあ、甘えるってどういうふうにして甘えたらいいんですかってこと、頼る、まあ、イコールお願いするってことや、ね、うん、だから自分のできることでもお願いする、うん、簡単にできることでも、これお願いできひんかなって、例えばお願いすること、まあ、電球変えるぐらいで誰でもできるじゃない。電球も熱くて変えられへんで、それも LED に変えましょうみたいな感じで、ね、あ、古い電球だねみたいな、だからそういうような感じで、できることでもあのお願いするっていう姿勢でね、おればいいと思う。だから男の人甘えれないからね、あの一杯飲み屋とか、はい、スナックのほらママのとこ行ったりとか喋るのは愚痴言ってるのよ。でも女の人見てぐちぐち長く言わないよ。カウンセリング来ても男性の人って短いから、はい、うん、簡潔に話して自分の悩みが、でどういうふうにして解決したらいいかって、女の人はもうつぶやくだけでいい時あるじゃない、はい、男の人は違うから、だけど甘えれないからそういうところでちょっと発散してるの。女の人はあの甘え上手であった方がいいんですけど、しっかりしないといけない時は3つほどあります、はい、これ覚えててほしいんです、はい、これあの甘え上手でわがままでいいんです、女の人は、はい、だけどちゃんとせなあかん時っていうのは私は大きく分けて3つあると思うんで、1つ目、相手が病気の時、はい、相手が、はい、弱ってる時ね。で2つ目は相手の親が死んだ時、はい、3つ目は相手の仕事がまあまあリストラにありました、はい、倒産しましたとか、はい、そういう時のこの3つの時だけはしっかりと立ち回っていただきたいなと、はい、ここがね、その歴史とかなんか夫婦の絆をね深めるところなので、頑張っていただきたいと思います。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います、はい、皆さんこのチャンネル面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。